イマームロー63イマームロー63は第二次世界大戦中にイタリアで設計された短距離偵察機、軽輸送機のエストール機である。ドイツからフィーゼラーファイ156シュトル機を購入したことによりエストール航空機への関心が高まり、1939年6月にイタリア空軍はイタリアの航空機メーカーに類似の機体の開発を打診した。 イマームロー63は胴体と主翼が木製、ハフ、金属の混合構造であった。初飛行は第二次世界大戦勃発直後の1940年6月に行われ、他のイタリア製航空機との比較テストにかけられ、ロー63は明確な優位性を示した。ロー63はファイ156シュトルヒに似たエストール性能を持っていたが、 より大型の機体は4名を乗せることができ主翼には、より大容量の燃料を搭載できた。280HP のヒルト製エンジンと低速プロペラで最高速度は時速 240km、航続距離は 1000km であった。しかし、ファイ1 5 6シュトルヒが新型以降に防御武装を持っていたのに対しロー63は武装を持っていなかった。 序盤にガラス素設計、アルド・リガボによりテストされたこの機は成功作であり、150機が発注されたが1940年半ばから1941年の間にわずか6機しか製造されなかった。この原因は入手できるエンジンの不足にあり、ドイツ製エンジンは生産中止になり、イタリアのエンジン製造業者は十分な数の イソッタイコールフラスキーに製ベータエンジンを量産することができなかった。ロー63は発展可能性のある機体であり戦争開始前に開発が終了していたにもかかわらず限られた機数しか生産されなかった。この機種はイタリア製エンジンの不足により明脈を断たれた。ロー63の性能は強力なエンジンと二足プロペラのおかげで ファイ156と比較して、速度と、航続距離で勝っていたが、エストール性能のみは、幾分をとっていた。ロー63は、ドイツから輸入された30機のフィーゼラーファイ156と共に、北アフリカ戦線に配備されたが、イマームロー37や古い偵察機の十分な、代替とはならなかった。2年間国使された後の1943年に、 ロー十三は一機のみしか残存していなかった。九百四十八年に生産を再開する提案がなされたが、生産能力やこの機種に関するデータが不足していたために最終的に計画は放棄された。a ビス s c 四はメーカーの再編問題という意味も含めて競争施策の勝者となることが決まっており、時速二百四十キロメートルの速度が出せたが、 飛行性能はお粗末なものであった。要目は、以下の通り、良好なエストール性能を発揮する、大きなフラップを有していたにもかかわらず、低翼配置の主翼は、観測機としては、不満足なものであった。1940年6月に初飛行を行い1年後に、グイドーニアに送られたが、評価の結果不満足な性能であることが分かった。 この m、MM、m 1百5 8 6機が製造された唯一の機体であり、初期発注分の6機は完成しなかった。もう1機種のカプロに GDL は試作機の段階で終わった。この機種は 315km の行動半径と 800km の航続距離を持ち、機体の要目は全幅 13.8m、全長 10.35m。 全高4.03メートル、翼面積21平方メートル、空気重量730キログラム、最大重量1010 10キログラムであった。エンジンは他の機種と同じヒルト HM508D を使用していた。ありがとうございます。